はい。B はサトゥーチーム勝ち。はい、じゃあ B 番台呼び出します。ロイさん、サミットさんのチームですね。九州特務部隊の両親チーム、ロイソル、サミットチップ。対するはサワタンチーム、ジロースレイヤー、ロイノ。スクリーン向かって左側 B 番台でお願いします。はい、先ほどこのメイ対ディズィー、メイ側ケタコさんの方がボッコボコにしてる組み合わせなんで、羽根さんにはぜひ頑張っていただいてメイを倒せるんだぞというところを見せてほしいですね。対する翔さんはいやいやいやってことでディズィーを倒してほしいと。まあでも同キャラ当たらなくていい感じにキャラばらけて戦いやすいのかなと思います。開幕からスタンプで空中を取っていく動き。さて青葉は回避、レスティブ助け刺さる、魚までオプション裏タック、ジャンハイ刺さって神いるか、ミサイルやばいんじゃない、これやばいんじゃないか。 S ハイ足払いスカーリー1ラウンド目取っていく、正面イルカさん、これはなんか画面端嫌な予感がする。エースからの 3K きっちりダウン、スタンプ当ててミサイルから前 B 横立ち合い魚、青キャン様子見する、画面端に追い込まれ正面、しかしここはテーナで切り返す、いるか暴れつぶしで送らせキンス、立ち系 NS 距離を取ってきっちりバタイ。はい、 C 番台呼び出します。かゆいはん大統領チーム、ユータテスタリューマーセイソルチームと、チャップチャッペチーム、チャップチップチャッペテスターチーム、 C 番台 ABC 番台でお願いします。さて2枚目、ワンピーガー夏目ディジー、対するは K1 アクセルですね。それで始めていきましょう。様子見からの歩きだったが立ち切り潰される、こちらも送らせキンス、思い切ってダッシュ投げ、魚からのオプション下段卓、ジャンプレースで相手の技の出かかりを潰していく。ニーズ対空読みだったか、またしてもビット付きの攻め、あの歩きからの下段見えない、きっちり読み切ってバックダッシュからの D 魚、1ラウンド目夏目ディティ。アダムさん2番台の結果って変異する連戦、オプションに対しては相打ちでもいいからとにかく相手に触る、 K1 アクセルくしゃがみ系タイプ、先ほどのようには投げは通させない、木の実を設置してアクセルの動きを抑制していく。あれ、あ、 C 番台ごめんなさい、 C 番台ちょっと待って、 C 番台ちょっと待って、チャップさんじゃなかった、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、シーバナ呼び出し違いました、トウジさんですね、ごめんなさい、ユータリョーマさんとトウジさん、松井ダンさんになります、ごめんなさい、チャップチャップさん次の試合になりますね、申し訳ないです、危ない通りし、トウジさんと松井ダンさんチームいらっしゃいますか、すいません、シーバナでお願いします。で、ごめんなさい、チャップさん、チャップさんのチームは投げさんとレギュレーさんのチームと E バナでお願いします、ごめんなさい、ごめんなさい、チャップさん、チャッペさんとレギュレーさん、投げさんで E 番台、そうこうしてるうちにディズニーが画面端を押し込んでからの思い切った叩く、 HP も残りわずか、ここからはきっちり詰めていきたい、フンディね、立ち配からのオプション先生、タッチ P でオプションは破壊していく、 FB 木の実、オクラセキンス投げ仕込み、
サピからしゃがみで6回使ったところにタッチハイからの先制を忘れない。先制したいディズニーだがなかなかさせてもらえない。ここは落ち着いてガードしていきたい。画面端アクセルが強い。レーザーが最後にはヒットしてしまって、やはりオプション強いですね。これ勝っているのは勝負集めチーム。はい、じゃあ A 番台呼び出します。フェアリーオブモンテチーム妖精編纂委員会メイと妖精王のしもべ B バイケン、対するは、カムイ総流戦なんだ